くらです。そしてやっほーしずくです。そしてやっほーしずくです。今やっほーだよ。はい、ということで今回はインスタの方でですね、ファンの方の悩み事を募集したので、そこからピックアップしていって、私たち3人が悩み事を解決とかアドバイスとかをできたらいいなと思って、ではスタート。では最初いきます。生まれてからずっとドラえもんを探しているんですけど、どうしても見つかりません。どうしましょう。はい、こちらはですね、ドラえもんはいるんです。いません。この世にはどうしてそうやってさ夢を壊すことをするの。でも信じるんですよ。ドラえもんがいることを願って探し続けるっていうことをね、大切だと思います。では続いて、一人暮らし始まるんだけど寂しい時はどうしたらいいですかという悩み事です。はい、私もその4月から東京の方に行って、しーちゃんとすーちゃんともお別れだし、パッパともお別れなんだけど、でもそういう時はそのしーちゃんとかすーちゃんが出てる TikTok とか YouTube を見直したり、友達とかの写真を見直したりすることが私の作戦でございます。どうする、寂しい時一人暮らし。なんかぬいぐるみとかをそばに置いてから、かわいい、寂しい考えて、かわいいやん、やることがね。はい、では続いて、しずくちゃん。電話をかけます。なるほどね、はい、ね、ビデオ電話ですよね、やっぱ。はい、では次の質問読んでいきます。ダンスを高校から始めるのは遅すぎですか？全然遅くないと思います。最近始めた人でも上手い人は全然いるし、全然遅くないと思います。楽しいし、やっぱりやってよかったなって思うので、早くやった方がいいと思います。はい、遅くないです。はい、ということで次、数学がわからなすぎる。共感ピアです。頭が一人だけ悪いんですよ。頭まあまあいいぐらいみたいな、普通みたいな、めっちゃバカみたいな。数学はとにかく私が言えることじゃないけど、計算しまくることは大切だと思います。では続いていきます。好きな人に思いを伝えるのは LINE と直接どっちがいいと思いますか？はいはい、ストップ、ストップ、一緒に言おうや。直接。理由はその LINE は顔とか表情とか見えないじゃないですか。声じゃないし、だって LINE は文章だけだし、確かに LINE でも嬉しいけど直接の方がいいと思います。 LINE より直接の方が思いは伝わると思うし、グッとくる。あら、はい、直接行った方が思いが伝わるし、でも LINE だと言葉だけだから面白くないと思う。面白くはないけど。次行きます。成績が上がりません。それは私たちです。本当にもうとにかく英語だったら単語暗記とか、数学だったら計算しまくるとか、理科だったら実験をするみたいな。じゃあ次行きます。女子で私服が黒系統って変ですか？変じゃない、本当に全然。汚れにくいし、黒かっこいいじゃないですか、うん、なんかピンクだとめっちゃ可愛い系になるけど、黒は大人っぽさを出したりして、めっちゃ可愛い。そう、おしゃれ。では次行きます。授業中にお腹が鳴ってしまいます、どうしたらいいでしょうか？はい、おならと同じです。では私の場合、おならが鳴った時、ドラマスタート。グググググうん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 みたいな感じです。しずくバージョンのドラマスタート。え、しずくちゃんのお腹鳴らなかった？鳴ってないよ、多分横のコタロウくんだと思うけど。コタロウって誰やねん。ではスミレバージョン、よーいスタート。スミレちゃん今お腹鳴ったよね。お腹減っちゃった。もうすーちゃんは素直に出ちゃったっていうタイプですね。では次いきます。メイクが上手くなる方法、これは何だと思いますか、すみれちゃん？まあ、メイクしないから上手い。でも何回もやることじゃない、やっぱ研究したり、うん、動画を見たり、何回も他の人雑誌とかも上手い人に聞いてみるの。そう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 。では次いきます。さしずし前に会いたいです。宮崎以外だと会える人は少ないので、うん、いつかは3姉妹でオフ会めっちゃしたい。いつかします。来てください。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。どうだったでしょうか？ちょっとでもみんなのアドバイスとかになれたらとても嬉しいです。ということで、チャンネル登録とグッド
お願いします。